トレーニングお疲れ様です。バズーカ岡田です。バズーカ岡田の筋肉栄養学、ということでですね、今日は最強筋肉食材についてお話ししたいと思います。まあ、食べ物の長所を考える会ということで、進めております。今回はですね、オートミール定番ですよね。こちらのお話をしたいと思います。まあ、このオートミールなんですけども、昔はですね、本当にオートミールぐらいしか、炭水化物の選択肢がダイエット中のボディービルダーになかったと言えるぐらい、ボディービルダーの女子脂肪ダイエットといえばオートミールという感じだったんですよね。まあ、時は流れて現代ではですね、白米でしっかり絞り切る人も多いです。五味原選手とか、相澤勇人選手、白米食べまくってますね。そんな食べんのってぐらい食べてて、バッキバキに仕上げてきますから、まあ、いろんな考え方の変遷があり、まあ、前回お伝えした通りスーパー大麦のような補助的な素晴らしい食材もあり、白米でもバッチリコンテストコンディションまで体脂肪を削り切ってくるという選手が増えてきましたね。ただこのオートミールもね、本当に使える食材なんです。私もね、本当白米も大好きですしね。ただこのイスラエルに来てからね、本当に美味しい白米にはなかなか出会えないんですよね。いろんな、お米があります。レッドライスとか、あとはジャスミンライスとかですね、玄米とかもあるんですけど、どうもね、やっぱり日本の白米には私の、味覚では、及ばないというふうに感じてしまうんですよね。だから白米を食べるよりも、違う食材を食べてみようと思って、まあ、お米を食べるよりもね、いろんな食材食べてみようと思ってパンをね、よく食べるようにしてます。まあ、これまた説明しますけど、全粒粉のパンが豊富にありますから、それをね、よく食べるようにしてます。でパンってやっぱり一度粉にして練ってるわけじゃないですか。だからやっぱり私としてはしっかり噛むということを、特にこの女子脂肪中は大事にしたいという考えなんですね。というのは、噛むことっていうのは本当に大事な消化のファーストステップで、ここでしっかり噛んであげるということが体の消化のシグナルになっていくと、これから食べ物が入ってくるシグナルになると考えられます。それで実際によく噛むと代謝が上がるというデータもあってですね、1年間で換算すると、よく噛んだグループはあまり噛まないグループよりも体脂肪2キロ分ぐらい余計にね、燃焼しているという報告もあります。まあ、というぐらいね、噛むことによって体が変化する可能性はあると、体が食べるものが入ってくるという準備をする可能性はあるというふうに考えてるんですよね。なので女子脂肪中は特にね、食べることの中でも噛むということはね、しっかりと行いたいので、パンよりもやはり固形の食べ物を食べたいと。まあ、パンも固形じゃないですか。でも一回やっぱり粉にしてますからね。ということで、このオートミールは、このイスラエルにおいてはかなり私の強力な武器になってます。まあ、保存がね、こう楽ですし、まあ、私これもまた全く PR でも何でもないですからね。保存がね、楽ですし、作るのも楽なんですよね。まあ、丼に入れて、ザーって入れて、それで、水をね、ひたひたになるぐらいまで入れてレンジでチンですよね。ここのやつだとだいたい1カップぐらいで、水をひたひたに入れて5分ぐらいですかね、経つとですね、この丼の中からこうモコモコモコっていう風にね、沸騰したよ、沸騰までグツグツするわけじゃないんですけど、ブクブクってこう上がってくるんですよ。そうする、それがね、だんだんこう広がっていって、全体がね、おじやみたいになると、私の中では仕上がり完成なんですね。これいろんなやり方があると思います。そういうふうにおじやみたいにならない段階でやめる方法もあると思います。で、私はね、そのおじやみたいな段階にして食べるんですよね。でこれ食べ方ね、最強の食べ方見つけたんで、またご紹介しますけど、まずはこのオートミールの素晴らしさ、先ほど言ったようにやはり食物繊維をね、たくさん取れるというところで愛用してます。もう見るからに繊維があるじゃないですか。全然繊維を取ってもらってないと、いや残してもらってるということで、この食物繊維をね、食べて便通を良くするということを考えてやってます。私の場合はね、これプラススーパー大麦でちょうどいいなという感じなんですよね。
まあ、何が作用してるかまではわからないですけど、やはりさ、前の動画でお伝えした通り、見てください。ぜひ、スーパー大麦の動画。これ食べたからスーパー大麦いらないってわけじゃなくて、私両方食べるとちょうどいい感じなんですよね。やはり食物繊維の組成が違うはずなんで、そういった様々な食物繊維が、まあ、私の腸内細菌叢とマッチして便通が良くなっている可能性があります。これだけで良くなる人もいると思います、たくさん。で、なので食物繊維の話はね、前スーパー大麦でもしました。今回はですね、オートミールはまた別の観点で話をしてみたいと思うんですけど、まあ、食べ物は、まあ、カロリーでよく考えますよね。何キロカロリーなんだということでよく考えると思いますが、それの、さらに先にですね、何がカロリーを作り出しているのかと、要はエネルギーを作り出しているのかという内訳まで考えましょうというのを、まあ、ちょっと前に筋肉栄養学で話したと思います。これを PFC バランスというんですよね。カロリーを P、プロテイン、タンパク質、F、ファット、脂質、C、カーボハイドレート、炭水化物、この3つが食べ物のカロリーを、どれだけずつ作り出してるのかっていう考え方なんですよね。その10を全体で分けると、エネルギーを10とした時に、その10は P からじゃあ3作られてますよ。P3。F から、3作られてますよ。F3。その残り4ですね。C4。みたいに比率で考えるっていうことなんですね。まあ、これを比率じゃなくてグラムで考えると、より、実感が湧いてくると思うんですね。ということで、書いてみました。ホワイトボード買ったんですよね。これ見えてますかね。はい。ということでですね、このオートミールは、タンパク質がですね、まず 13.7g、これ 100g 中ですね。ごめんなさい、書いてなかったです。 100g 中 13.7、脂質が 5.7F ね、C、炭水化物が、69.1で、エネルギーが、350キロカロリーということで、まあ、なんだというふうに思う方もいらっしゃると思いますが、オートミールって、まあ、さっき言ったようにおじや風になると言ったし、ご飯が、私イスラエルではあんまり美味しい白米に出会えてないから、これを使ってますと言いましたけど、要は炭水化物食材カテゴリーなのに、なんでこんなに P 入ってんですかと、あなた炭水化物じゃないんですかということなんですよ。これグラムで書いたのにわけがあって、皆さんプロテインパウダーを取るときに、だいたいこうパッケージの裏を見て、まあ大さじ2杯ぐらい入れてくださいって書いてます。付属スプーン2杯ですとか。そうすることで 30g の粉が入ります。 30g の中に20何 g のタンパク質が入ってますって書かれてると思うんですけど、というか、まあ、そうなるようにだいたい書いてるんですけど、タンパク質 20g というのが筋肉の合成に、まあ、一つの、重要な、基準値となる、重さであると考えられているんですね。質量であると考えられているんですね。で、このタンパク質量を、20超えたいと思って、皆さんタンパク質のサプリメントを取ったり、肉を取ったり、ヨーグルトを取ったり、乳製品を取ったり、豆を取ったりするわけですけど、もうオートミール見てください。これ 100g ですよ。これでもう 13.7g ピー取ってるんですよね。もうこれほぼプロテインじゃないですか、これ。ということで、オートミールは、炭水化物カテゴリーの食材なのに、P めっちゃ入ってますということなんですよ。で、食物繊維もめっちゃ入ってますと。で、F5.7 でなんだ、脂質高いじゃんと思うじゃないですか。植物性の脂質で、ものすごく太れる人って、そんな私見たことないです。で、実際に私もこれで、コンテストコンディションまでいけます。オートミール。オートミールをメイン食材にして。ということですね、このオートミールを食べることによって、実は結構 P も取れちゃうという、炭水化物食材面をしといて、実は、栄養素コンプリート系の食材なんですよね。これが、1日でね、やっぱりいろんな忙しいスケジュールをこなす中で、バランスが悪化したりね、食べるタイミングを逃しがちになる忙しい現代人の皆さんには、これを取っとけばまず大丈夫だということで、超おすすめなんですよね。まあ、家だと朝作ればいいし、会社にこれ置いといてレンジがあったらもう終わりですよね。これ食ったら終わりですよ。まあ、ちょっと P が足んないなと思ったら、一品、何か他のタンパク質食材を加えていくということで、
まあ、食物繊維も取れるし、炭水化物も取れるし、タンパク質も取れるし、 F もそこそこ取れてますからね。しかも料理時間は5分、もう最高ですよ。で、最強にうまい食べ方を見つけたんで、醤油で食べるっていう方法なんです。前私はね、鶏ガラスープの素を使って食べてました。で、醤油をね、かける発想はあんまりにも短すぎてなかったんですけど、醤油がね、イスラエルに来て醤油のありがたみに気がついてですね、醤油かけてみようと思ってかけたらめちゃくちゃうまいんですよ。鶏ガラスープの素なんていらないです。まあ、塩だけでも十分美味しいなと思ってイスラエルで食べてるんですけど、醤油を使ったらね、このエンタメ感がもう半端じゃないですよ。しかも醤油で、このおじや状になったね、オートミールをこう醤油かけてこう混ぜて、で、海苔に包んで食べたら、もう完全に醤油海苔せんべいですよ。あるいは、醤油海苔餅。もうエンタメ感半端じゃないです。朝からエンタメ感バリバリの食事になりますんで、ぜひ皆さん、試してみてください。私もね、あんまり食べるところ、出さないですけど、いつかね、それは出してみたいと思います。ということでですね、バズーカ岡田の筋肉栄養学、最強筋肉食材、このオートミールについて改めて、イスラエルで、このありがたみを知ったので解説しました。もう世界中どこでもありますね、こいつ。こっち来たら美味しい白米にはなかなか出会えないですけど、こいつめっちゃうまいっす。日本にいた時と変わらないぐらいうまいです。だから世界中どこでもオートミールは手に、まあどこでもじゃないですね、日本だけでしか手に入らない美味しいお米とはまた違って、どこの国でも割と再現性高く、できるかもしれないという手応えを感じております。ぜひ皆さんこのオートミール使ってですね、世界中どこでも、仕上げられるというボディービルダーになっていただきたいと思います。ということで、バズーカ岡田の筋肉栄養学、最強筋肉食材、イスラエルでまた私を救ってくれたオートミールについて、解説しました。炭水化物食材なのに、実は栄養素を全部コンプリートしているやばい食材ということでした。今日もトレーニング頑張ってください。ついに理想のサプリメント、ホエイペプチドが完成しました。このアンチドーピング認証を取るのが本当に大変で時間がかかってしまいました。その代わり、筋肥大一連の流れをサポートする最強成分、そして健康面安心にも配慮したものができました。もちろん私も飲んでいます。もうね、元のサプリメントには戻れないという感覚でいます。ぜひ皆さん体験してみてください。そして携帯できる最強 PFC 6パックプロテインバーもご好評いただいております。このバズーカホエイペプチドとともに筋肉のケアを万全に行えるものとなっておりますので、よろしくお願いします。さらにオンラインサロン、公式 LINE、そしてプロパーソナルトレーナー、ボディメイク検定、ジム、書籍など、様々あります。ご自身にフィットしたものを選んでトレーニング頑張ってください。